あー、かわいい。あー、かわいい。え？かわいい、かわいい。かわいい！あ、皆さんどうも、こんにちは、流星咲人です。皆さん、かわいいアバター作ってみたいって思いませんか？今ね、作り方っていろいろあると思うんですよ。うん、自分のアバターの作り方って。まあ、例えば、ブレンダーなどの 3D モデルが作れるソフトで、モデリングするとか、あとは Vloid とか、簡単に作れるソフトとかもあるわけじゃないですか。今の時代って、いろんな方法で自分のアバターって作れると思うんですよ。けど、もうですよ。皆さんゲームやりますか？自分のアバターって作るじゃないですか。キャラメイクすると思うんですよ。モンハンとか、ボツとか、ドラクエとか、FF とか、ポケモンも最近キャラメイクできたりするけど、そんな感じで、キャラメイクするような感じで、かつ、テクスチャ、服の模様とかさ、この目の描き込みとか、こういうところまでいじれたら、めちゃくちゃ熱くないですか？超熱くないですか？そんなアプリが、こちら！カスタム！ホメンクレス 2! で、これ実は前回一回動画でご紹介してるんですけれども、前のバージョンね、前のバージョンをご紹介してるんですけれども、なんとその後、作者様から、お話をいただいて、アップデート版のこちらの2の開発をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、嬉しいお話をいただきまして。で、こういう前のモデルに加えて、先ほど見せたような新しいモデルも追加されているというような2のバージョンになっております。お待たせしてしまって本当に申し訳ございません。でも時間かかってしまったんですけれども、販売されているね、こちらの 3D モデルも作られているすやすや工房様と、ここはもう少しこうした方がいいんじゃないかとか、ここは不便なのでこうしましょうとか、ここは直した方がいいですよねっていう、たくさんご相談と修正の方を繰り返して参りましたので、めっちゃめちゃ使いやすくなってると思います。前のバージョンに比べたら。私、できることもすっごく増えてます。ので、前回の動画も、貼っておくので、気になった方はそちらもご覧いただけると嬉しいです。で、今回、このカスタムホムンクルス2で何ができるようになったのか、そしてその見どころ、このアプリの見どころっていうのをサクッとご紹介していきたいと思いますので、最後までお見逃しなく。気になった方は概要欄に、こちらのカスタムホームクルス2の PV の方も貼っておくので、こちらの方も見ていただいて、で、できればお手に取っていただけると、俺も、あ、作ってよかったな、やってよかったな、でも嬉しいので、ぜひ動画だけでも、まずは見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ってことで、早速行ってみましょう。可愛いアバターをクリエーション。さあ、こちらのカスタムホームクルス2ですけれども、前回のモデルもしっかりと入ったままで、今回の2で新しいモデルが追加されております。5種類。5種類追加されていて、この大人バージョンと子供バージョンの2種類がそれぞれ5キャラ分かな？用意されております。ので、まあ、これまで以上に幅広いカスタムができるのではないかなという感じです。で、簡単に。ホームンクルスで一体何ができるのかっていうのをさらっとおさらいしながら何が追加されたのかっていうのを見ていきましょう。だまあこうやってキャラ選択画面も結構変わりました。こちら書き下ろしのイラストらしいのでぜひいっぱい見てください。で、キャラクターを選択するとこちらにこんなモデルですよっていうのが出てきます。で、テクスチャエディットっていうものを押すとキャラクターのテクスチャを自分で書き換えることができます。例えばこの目とかをペイントソフトで書き換えるとそのままこの 3D モデルに反映されると。こんな感じで。テクスチャを読み込むとそれが反映されるという感じですね。っていうものになってます。で、今回ここの画面に一つアップデートで追加されたものがあります。それがこちら。表示メッシュっていうタブが追加されてまして、こちらを押すと、なんとね、いろんなパーツが追加できるんですよ。こんなにある。もう紙ですよ、これ。これ髪型のところだけでこんなにあるんですね。例えば、ロングにしたりとか。で、ここで消せるようになってるので、こうやって、まあ、猫耳つけたりとか。うん。あとはこう、パーツを消して、違うものを付け足すとか。どれがいいかな。例えば、まあ、ポニーテールとか。ああ、でも、やっぱツインテールよ。ごめん、ツインテール強だから許して。こういう感じで、髪型も、いろんなものが追加されてますよって。いう感じです。ああ、余計なのつけちゃった。
で、ほら、アクセサリーもね、可愛いんだよ。この帽子ついてたり。まあ、耳やるとあれだから。まあ、こうやって、消したりとかね。全身、これ服ですね。で、他のキャラクターの服とかも、着せることができます。こうやって。こんな感じで。例えば、こうやってね。こんな感じで。違うキャラクターの、こう着せたりっていうこともできるわけですよ。ね。こうやって。こういうこともできるわけ。ね、こういうのを追加して、またテクスチャの方に戻ると、その服のね、テクスチャとかも、ちゃんとここに入ってるので。で、これでまたこの服の模様とかもここで書き換えれるようになっております。今回のアップデートで一番はここかな。このパーツの表示、非表示。この種類がめちゃめちゃ増えました。なんで、もうお好みのね、パーツってのが、まあ、あると思うので、まあ、探してみてください。で、続いて、シェイプエディット画面。こちら何ができるかっていうと、まあ、要は、あれだな。パーツの微調整みたいなのができるんですよ。まあ、例えば、この顔の感じとかも、ここで調整できるんですよね。眉を下げるとか、こうやって、あとは地止めにするとか、耳とかも、ね、ここにエルフの耳があるんだけど、こうやって、エルフ耳にするとか、っていうことができますと。髪とかね、そうだ、髪とかいじってみよう、ほら。髪も、いじれるんですよ。大きくしたり、小さくしたり。前髪ちょっと伸ばしたりね。ここを伸ばしたりとか、横長いの好きなんだよ。ちょっとウェーブかけるとか。うん。こういうことも微調整がいろいろできておりますと。で、これパーツごとに全部できるので、猫耳も大きくしたりとか、位置調整こうやってね、できるわけよ。という感じで、ここの画面ではシェイプエディットもできるので、さっき追加したパーツとかもここで微調整して形を変えたり、髪のね、雰囲気も変えたりっていうことが可能になっております。で、続いて、ここで表情設定だね。ここは、自分のアバターの表情だね。通常状態、ニュートラル状態はこの表情だよとか、あの口はどんな感じだよっていうのをここで細かく調整することができます。ここで。あの口、もうちょっと小さい方がいいなとか、こういうのが調整できるよ。で、最後に、この画面で VRM エクスポートの画面で、タイトルとか、ここ辺の情報を入力して、保存っていうのを押して、保存場所を選ぶと。保存が完了すると、コンプリートって言って、キラキラーっていう演出も追加しました。って感じで、自分で、アバターが使えるようになっております。はい。今、結構いじってみたんですけど、だいぶ見栄え変わったんじゃないですか。髪とかもね、この後ろ髪追加したりとか、色味もだいぶ変えてみたりなんですけど、こんな感じで、もう自分で使わなくてもね、なんかもうカスタムするだけでも楽しいので、ぜひ、自分のお好みのアバターとか、こういう子作ってみたいなっていう願望を、このカスタムホームクルス2で、叶えてみてはいかがでしょうか？ということで、概要欄の方にブースのリンクは貼ってあるので、ぜひぜひそちらの方飛んでいただいて、ご購入ご検討いただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ってことで、チャンネル登録の方もぜひ、よろしくお願いいたします。高評価の方もね、押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さあ、次回の動画でお会いいたしましょう。流星咲人でした。またね、バイバイ。